はい、どうもです、近鉄で OB 倒す8つやっていきますペナント、契約更改のりさんが FA しちゃいました。中村のりが FA したん で去年の年俸が確か8億なんぼなんだよ。だから、まあ、12億ぐらい払わないと来てくれないのかなと。もしかしてそれぐらいの覚悟を持って、だ金をねあんまり使えないんだよ。金は残しが24億残しがないと、金は残さないといけない。吉井も減ってる、北川も減ってる。ラッキーラッキー。この減った分を全部ノリさんに当てます。蓮見が1億突破か、おめでとう。高橋1億3000万。あー三振ついちゃったな。まあいいでしょう。三振消そう。あれ中川三振消えた。あー扇風機になっちゃった。まあこの辺は全然残、あーちょっと下げようか。1500万、ちょっと思い切って下げよう。25でもピークだからね。7点台5点7点台でよくそんだけもらえると思ったな。2000万だ。2000万、28 24、1000万。ちゃんと自分から減俸申し込んだ、偉い。29歳、ここで29歳、420万。平均的なサラリーマンの29歳の年収より確実に低い。島内400万、大野400万。大野はなんで去年引退しようと思って今年は引退しなかったんだろう、ようわからんの。この辺をがっつり削っていく。ちょっとでもノリさんの足しに。ああ一応上げよう。27、まあいいでしょう。塚田引退か。あ、平田は残ってほしい。山田は最悪引退してもいいな、これは。マーティンは残ってくれ。タイピンがなかなか言うの。あー、大和いなくなるか。粘り打ちいなくなるな。辛いな、これは。粘り打ちのベテランを補強しないといけない。監督が新たにルーキー育成を覚えました。黄金のウアンとか引けないの。黄金のウアン、目玉は岩佐。ドロップカーブえぐいな。山中いいね。ドロップカーブ5。ツーシームとカットボールとストレートを投げ分ける。トーマス、三球種がちょいちょいいるね。おー、押し切り。おー、竹橋。おー。菊池。おー、なかなか言う。おー、赤い。なかなか今年は豊作じゃないか。悩むなー。まあ、守備とか走塁考えたら竹林なんだよな。まあ、打撃は鶴見はなんかミートが高い。でこいつは足と肩が強い。で、こいつも守備、菊池守備、足が速い。もう俺は赤いかなという気持ちがあるんだけどね。全部12歳やったら。12歳じゃ、22歳やったら。菊池か赤いかなと思う。でも赤い欲しいんだよな。最低でもパー C。これ赤いでいくわ。よーし、赤い単独。単独はでかい。
スローカーブは阪神か。3球種残ってねえから1人ぐらい。お、脇坂残ってるじゃん。鶴見も残ってる。どっち取るか。こいつも悪くないよね。なかなか豊作だな。だが俺は鶴、誰だっけ、脇坂。いやー、見た取られたか。ちょっとね、狙ってたんだけどね。弾道4パワー A。 いや、アクネはまだいる。アクネ取ろう。相川、宮崎、宮崎。宮崎取るか。ロマホを取ります。いっぱい数打ち当たる作戦で。赤い、脇坂、アクネ、宮崎。野手は全員ホームランタイプか。一応弾道はみんな高いね。赤い一発なら新人返し。甘い球がこれは初球だろうと積極的に打ちに行く早打ちで知られている。ってことは積極打法か。まあまだわかんねえな。脇坂、多彩な変化球を操る新人さん。一発か。少なくか。だからタイピンは F と。逃げ球はいいね。アクネ、将来期待の新人返し。バントには自信を持っている。きっちりとこバント丸。なんでバントには自信が持っており、きっちりと転がす技術を持った選手である。そのスタイルから四国のスラッガー。なんでバント、四国のバント職人とかじゃなくて。まあまあまあ、こんなもんでしょう。宮崎、パンチ力のある打撃が売りの信じない。そのスタイルから期待の逸材。三振持ってなかったからね、まだよかった。でノリさん来るよ。 FA、ポスティング。ポスティング今年多いね。モイネロはいけなかったか。ああ、ミノだ。いってらっしゃい。山本由伸もいってらっしゃい。 FA 権取ってるんだったら FA で出たらいいのにね。まあ、こいつらはまだ FA 権ないけどね。古巣に金を残したいという気持ちか。 FA 絶対ノリさん。ああ、しかも4人しかいないから。うーわ、ノリさん1,2,3,4,5,6,7球団競合か。オリックスの資金力がえぐいな。オリックス1球団だけなんか資金力おかしくねえか。なんでこんなオリックス金あんの。いや、ノリだけは絶対ダメだ。ノリもなお払う。これ賞味12億ぐらい払わないと来ないんじゃないかこいつ。12億払う俺ノリに。いやー、危ねえ。よかった。いや、これはもう全然ケチらなくていい。もう年俸12億円ですノリさんは。豪邸も建てます。で、家族にボディーガードもつけます。だからノリさんはメジャー行かないでくれ。他球団に行かないでくれ。あー、よかったノリさんが。だからノリさん12億です年俸。のりさん希望年俸ずっと払ってたのにね。一番じゃないか。12億って7億90003億50006億4000。あ、松井が10億もらってます。松井が10億もらってるわ。だが1位だよな。今永が11億、藤井が9億4000万。むしろ稲尾安くねえか。7億5000って27勝0敗だよ。出た、マーさん超えちゃったよ。24勝0敗1セーブ超えちゃった。27勝0敗、20勝6敗。
あー金徳ばっかだな。不屈の魂鉄腕金徳祭りだ。不屈の魂不屈の魂金とかめっちゃ多いな。そして12億のノリさん、黒ノリにならなければいいんだが、ちゃんと活躍してくれよ、そんだけ払ってんだから。ウォーカーもう帰るか、さよなら。デニソンタイピン B はいいね。横35歳って教えれるんだっけ、微妙だよな。ギリギリだよな、教えれるか教えれないか。足速っ。おお、すげえ、補給がめちゃくちゃうまい。なんか掘り出し物いねえかな、外国人、掘り出し物外人みたいな。粘り打ち持ってるね。こいつを5年間買い続けるか。こいつを5年間買い続けるっていう選択肢もあるけど。いや、ロビンソンはまだ28。まだかい。まだやってくれ。あー、チョウドリー。2点台。年俸は ?5000 万。悪くないね。あ、こいつもいいね。25歳。4000万。こいつにしようか。チョウドリーも取る。ダブルで取るか。うちすら外国人枠、1枠だもんね。ロビンソンだけ。あー、でもあとマルティネスもか。マルティネスもう日本人枠なってないのかな。チョウドリー取るか。そんな高くないしね、取っとこう。外国人誰か一人取ろうかな今年。ノリさんの12億が重くのしかかんだよな俺に。ノリの年俸来年12億なんだけど大丈夫かな、払えるかな。今年はコリアに行ける。ちょっと待って、金ある。あー10億切ったな。10億キープしたいって言ってたけど10億切りましたわ。26歳、23歳。船木、普通に浜、真山でもいいよな。真山はまだいける可能性あるよな。20歳だよな。27と船木。いやー、金がなくなってきた。金がとうとうなくなってきましたよ、懸念されていた。お、マルティネスも、マルティネスもベテランになったか。特能を教えられるようになりました。打たれ強さ伸びねえなー。もうじゃあワンチャン4球種脇坂は変化球、下沖はフォーク覚えてほしい。谷藤は特能でしょう。タイピンチな。なんか練習してたわけでもないんだったらタイピンチ。チョウドリーはドロップカーブ。
得の余ってるかな。対左と対左余ってるね。あと雑三者余ってる。ここ対左行くか。中郷は本当は粘り打ち覚えたいけど、もう粘り打ち持ってるやついないんだよな。うーん、粘り打ちがいねえと。そうなってくると初級丸でもうガンガン初級から振っていってもらうしかないよな。初級丸、初級丸積極打法つけてガンガン振ってもらおう。北川はもう何が覚えれるんだと。パワーだから意外性もいらない。ハイブルヒッターあたり覚えるか。ノリはチャンスだよね。チャンス B、 チャンスアップ。高須は対左。高見沢は何か覚えてたのか。特にやってないか。高見沢何歳？24か。できたら複数ポジション守ってほしい。こいつはユーティリティプレイヤーにしようか。肩と守備があるし。アクネさんはちょっとまあちょっと保留で。絹川19歳。はい、左アップ。栗本は流し打ち。赤井はどうしようか。対左アップ。打者のところもなかなか少なくなってきたな。足りてないよな。だって何かいたっけ。あ、塩入りが外野一応できるんでしょうか。いや、できるんか、これ。外野できてもこれか。もともと守備力が高くないのか。かこいつはショートは確実に無理だよな、この守備じゃ。この守備じゃ無理だったら、もう外野転向しとこう。変化球覚えねえかな、誰か。最近このロードがクソ長いんだけど、もしかしてプレス4壊れる俺。俺のプレス4がめっちゃ熱くなって、このロードがめちゃくちゃ長いんだけど、そろそろ壊れるのかな。お、下置き方向覚えた。チョウドリがドロップカーブ。チョウドリいいね。何？あ、ワールドチャンピオンシップか。じゃあ、勝ったしようか。よし、開幕戦まで飛ばしました。じゃあ開幕戦やっていこうか。開幕から。今年は留学生がいるはず。9日、あ、すぐだな。1,2,3,4,5,6,7,8 9日で帰って、よし、あと1日まで来たんで、じゃあ見ていこうか。留学生が果たしてどれぐらいの能力になるんでしょうか。まあ OB には勝てねえよな、そう簡単には。はま、あ、150キロ超えた。あー、 BCBBC、 あー、あのパワーほぼ B だね。守備も上がったし。先発でダメな人は誰ですか。うん、結構みんないいんだな、先発。だから使いたいな、ハマ。とりあえず様子見か。一回中継ぎに入れるか、ハマ。で、野手の方は入れるでしょう。船木は入れて、こいつが落ちる。1割台、1割台、6割打ってる。
本当に打ってるやつと打ってないやつが極端だな。で熊田は対左弱いんで深川にしよう。蓮見三振ついちゃったんだよな。じゃあルーキー能力判明する8月ぐらいまでいきましょう。よし、今現在2位で誰かが、今誰か成長した？あ、天野が100勝達成したのか。ルーキーの能力判明したんで見ていきましょう。まずは赤井さん、ドラフト1位。まあ、ほぼ B だし、いいでしょう。だから打率は1割5分4厘。脇坂ドラフト2位。まあ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 、まあ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 、基礎能力練習が得意らしい、脇坂は。覚えておこう。アクネ、バントがうまい。ゴミ。宮崎、ただの、あれ。まあまあまあ、ドラフト4位だからね。3位、4位は仕方がない。これぐらいの能力でしょう。基礎能力が脇坂君はうまいらしいんで、脇坂君は今何やってますか？あ、変化球か。ガンガンこのまま基礎能力を上げていってください。で、8月20日だし、これは2位はどうだ？硬いか？まあ20ゲーム差まだつけられてるけどね。まあ優勝は無理だけど、これ2位はいけそうだな。鈴木啓司がノリノリになってた。あー、3連敗。霞がスランプ。クラマックシリーズ進出は決定だけど、あとは2位になれるか3位になれるか、絹川もスランプと。スランプ2人を落とそうか、1回。誰をあげよう。深川、あと内野手ね、いないんだよな。梶川あげるか。蓮見が今年めちゃくちゃ不調なんだよな。どの上がめっちゃ打ってる。どの上ちょっと使ってみようか。対左でどの上使ったらめっちゃ打ってたんで、そのまま対右でも使いましょう。 DH で DH どの上で29。オリックスになんとかなんとか2位でクライマックスシーズンやりたい。2位でやりたい。直接対決よし。これ2位決定じゃない？まだわかんない。あ、誰だ。赤井が能力限界突破、やったぜ。期待がスランプ脱出。だからいつの間にスランプになってたんだお前は。よし、2位だ。2位でクライマックスシーズン。でもホームのアドバンテージがあるんでね、2位だとでかいよ。それはだいぶでかい。あ、危ねえ。よかった、勝った。よかった、初戦勝った。やったぜ、ラッキー。飛ばしたら勝ってた。鈴木がね、できたら早めに交代してほしかった。どの上が絶不調だから3割4分7に打ってます。塩入りが打ってるね。戸塚も頑張ってんだよね、3割5分1厘。あー、すげえや。あー、すげえ。いや、強いよ。高い大杉藤井のクリーンアップやばいな。えぐいな、オリックス。俺がオリックス強くしたんだけどね。いろんなところの OB をオリックスにぶっ込んだんだね。強そうな選手を。もう OB、オリックス OB 関係なしにオリックスに突っ込んだんで。その分オリックスがちょっと強くなりすぎてしまった。しかもピッチャー堀内打てないなぁ。よしよしよーし。うわ、戸沢がまさかのグランドスラム。まさかお前がグランドスラムを打つと。はい。満塁本塁打メダル。2勝0敗でファイナルステージに進出と。でそのファイナルステージの相手はヤバいやつらがいると、 OB 軍団がいると。なんとか勝てねえかな。やっぱり長期決戦で勝てないにしても、短期決戦ならワンチャンあると思うんだよな。可能性はあるよな。フルイニング出場に変えよう全員。
できれば野手増やしたいんだよな。ダイソー要員やらを増やしたいからピッチャーを減らさないといけない。しかも短期決戦ならピッチャーこんなにいないんだよな。打たれてる人を変えます。期待6点台。こいつ強いんだよな。君6点台か。じゃあちょっと1回下がってもらおう。で先発がこんなにいらないはず。こいつも6点台か。で野手2人を上げよう。ここはキャッチャー1人とダイソー要員1人を。熊田ダイソー要員なんな。75一緒か。なら熊田でいいや。代打でもなれるし。第1戦。広瀬、若松、張本、岡田、王、長島、フット、石毛、森井直。どうやって勝つんだよ、このチーム。どうやって勝つんですか、このチームに。大変ながらクライマックスシリーズもいよいよファイナルステージ。日本シリーズ進出をかけた。なんか頑張れ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 。俺も頑張れしか言えない。9対0。完封処理。稲尾が打てん。稲尾が打てんのじゃ。大石がチャンス D に上がった。村山。鈴木が回復した。レッツゴー鈴木。さすが回復 A。すぐ回復してすぐ投げてくれます。短期決戦でありがたいね。鈴木があとは0点で押せる。0点で押さえれないけど、なんとか。押さえろ。押さえれないか。チャンス。よし、チャンス。ここはダイソー。41。使っちゃったあいつ。56 55、塩入り。タイダリ強いのかな小山って。タイダリ D。 じゃあ左 D。 チャンスで3割8分打ってます。パーめぐいな。中継ぎで小山が出てくるのか。よし、抜ける。抜けた。よし、ショートが二遊間に思ってたからね今のは。よーし、勝ち越し。4対3。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ワンアウトランナー二塁。そしてどの上直道。今日は3安打。今日は3安打。さすが。第9。はい、ホームラン入る。入った。おい、ツーランホームラン。よーし、11イニング4して11イニング投げてます。壊れちゃう。すごいな鈴木は。なんで11イニング投げてんだこいつは。青野来てくれ。青野回復した。よっしゃ、絶好調なんだよなこの2人。使ってみようか一回。いやでもな、いや絶好調太郎がやっぱりキャッチャー A が強いからね。そして沢口が代打までついてるから代打で使うのもあり。なんとか頑張って点を取ってちょうだい。あ、もうダメだ。あ、もうダメだ。13対1。厳しいね。絶不調で浜で行こう。ここはじゃあ泉谷が絶不調だからな。大変ながら果たして今日日本シリーズ進出チームが決まる。決めない、絶対勝つ。金慶のクライマックスシリーズ頼んますぜ。なんとか最初失点で抑えて3点ならワンチャンある。ここで小山出てきました。栗本、バッター期待の逸材栗本。パームエグ。なんだあの高めのパークを。タッパームは投げた。見送ってボール。第3球を
投げました。現実ではありえない変化をしている。第4球を投げました。インコース引っ張って、正面ボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは伊達大石、一番大石。今日は3安打猛打賞。もうちゃんめもついてるからね、大石は。盗塁28個、走力 B の割には頑張ってるでしょ。フォアボールは期待できないからね、小山から。よし、ナイスライト前ヒット、ランナーためよう、ノリさんまで。でこれ2番高須、いぶし銀高須。ランナー4人貯めてホームラン打とうぜ。ここで満塁ホームラン、逆転満塁ホームラン、ノリさんに打ってもらいましょう。もう一回一塁へ牽制球、走らなくていいぞ大石。ここは高須は別に併殺持ってないんだから、第3球はそういう場面じゃないぞ。分かってるか、ちゃんと AI はそういうの分かってくれるのかな。3点差とか、これが1点差だったら走るべきだけど、いやーセカンドうめえ、うめえな岡田。ファインプレーだな。3割40ポイントあんだけ守備うまいのか、なんだこいつは。いやうーん、なんだこいつは。北川チャンスで4割4分2厘打ってます、えぐいな。あー落ちないか、あー勝てず。監督変わった、なんであんなに連覇したのに監督変わったんだ。もういいやってやめちゃったのかな、まあ、誰か監督だろうが勝てるしね。あー結局1勝しかできずか。なんとか目標は2勝だな。目標が低いけど目標は2勝です。この OB チーム相手になんとか2勝しないといけない。俺は88勝、勝率も6割超えてるんだけどな。88勝したら十分入賞できる可能性あるのにね、うちだって。100敗してるチームが2チームあるからか、だからこんなうちの勝率が高いのか。西武楽天がやばいな。やっぱ投手成績うち2位なんだよね、圧倒的2位なんだよな。打撃は3位か。オリックスが強いんだよな、打撃は。ギダが圧倒的に多いんだよな、うち。これ誰が多いんだろう、ギダ。もしかして見てみようか、ギダ誰だ、ギダしてるの。1人じゃないよな多分、これこんだけ多いってことは。あ、タコイス1人だ。高須の通算ギダえぐいことなんじゃない。1人でこいつ57個もやってるわ、やめてくれ。 OPS15 が2人、3割5分1に40本146打点のノリ、3割6分3に27本100。あすごいよ、もう30本打たなくて OPS1 超えるってめちゃくちゃすごくね。打率が高いからでしょうね。中郷も頑張ってる、7超えてる。高須が6、栗本も6、船木も超えないか。戸沢は806、でもだいぶアヘタンだなこれ。142本ヒット打って13だもんね。あーあともうちょっとで来ていか行ってたのにね。来ていったら首位打者あったんじゃないか。あ、ないわ、全然北側の方が高かった。これ北側首位打者あるな、ワンチャンあるんじゃないか。あ、くしゃみそう。ファン感謝ダベイデンタやります。ファン感やってファン増やして年間表彰式いきましょう。稲尾、栗原がキャッチャーで取ってんだもんね。ノリさんが取った、北川取れないか。ゴールデングラバー取れた。あー多すぎか、3割6位でも首位打者取れないのか。タイトル何も取ってねえや。ハリーが首位打者と、じゃあハリーか首位打者、ハリーが首位打者。あー稲尾3割打者何回取ってんだ、通算何回と。20回取ったんじゃないかこいつ、30年で。多分10年で8回ぐらい取ってるよな。 FA はなしと。ハリーどれぐらい打率残したんだろう、首位打者取れなかったしな。うち3割8分7厘53を109、バグってる
バグった。これオールエースでもこんな成績残さなくね？残したのかな。3割8分7厘53本194だって。何それ、完全にバグってるよな。ゲームが壊れてる。 OPS どんだけあんだ。あ、でもこれでも 1.186 か。出塁率が低いな。4割6分3厘だもんね。長打率えぐいな。なあ、これやばくねえか。そう思ったらバレンティンってすごかったな。60本って時のバレンティンって。あ、セリーグだったら取れたんだ。パリーグの方がレベル高いからね、基本的に。190。なんだそれも190。131でしょ ?7 位じゃん、だって。ホームラン54、ホームラン50。あ、でも原さん52本打ってんだ。すげえ。松井は？松井これで10億もらってるのか。なかなか給料泥棒じゃないか、あいつは。悪いやつじゃないな。悪いやつだな、松井は。じゃあ今日は終わりますか。バイバイ。